はいええー、皆様こんにちは株君テレビですええー、ちょっとですねあの株君テレビ緊急のニュースえー、これはもう大朗報かと思いますけども大朗報ってちょっと言葉ないんですが羽生結弦選手が全日本選手権にエントリーされるそうですねはい,いやーもう本当にこれは待ちに待ったそういったね あのお知らせかと思うんですけど、まあ、どんなプログラムでやってくるのか、本当に気になるところではあります。全日本選手権にエントリー、まあ、とてもねあの、本当に今シーズンはこのままあの試合に出ないんじゃないかっていうところがあったんですけど、まああのねえー、そんな中、羽生選手、全日本選手権にエントリーされるということで、まあ、これは、ね、とても楽しみだと思います。やっぱ最近ねこう試合に 出てなかったっていうのがあると思うんで、まあ、ここでですね、一旦皆様の前に、えー、自分の今のですね、実力を試す、そんなね、姿を皆様に見せてくれるんじゃないかなと思っております。はい。ちょっとこの記事見ておりますか。皆さん気になったら、ツイッターで書いてあるんで、はい。 羽生結弦が全日本選手権にエントリーということで、まあ、本当、これ楽しみですね、フィギュアスケート男子で2014年の措置の、そっちのこれ、書いてあるんですけども、えー2000えー、12月の24日開幕の全日本選手権にエントリーしたと、はいえー、日本スケート連盟が25日に発表した同大会のエントリーリストに名を連ねたということですね。 出場予定だった今年3月の世界選手権が新型コロナウイルスでの影響で中止ということですね。今期は新型コロナウイルスによる感染リスクなどを考え考慮してグランプリシリーズ欠場を決断しているということですね、まああの。羽生選手ね、本当に今,今大会は、ね、スケートカナダ、ね、本当はあのいつもだったら、まあ、クリケットで練習をしているというふうに。 思うんですけども今回はね日本に練習過程を移しているということでスケートカーの結果的には中止になってしまったんですが羽生くんの千里眼その先見の明が素晴らしいなっていつも思ってるんですが日本に戻してこれはね以前もお話ししたかと思うんですが北京オリンピックを目指すんだったら日本と時差があまり少ないで日本で練習をした方がむしろねいろいろマスコミとかに取り上げやすいっていうのはあるんですけども まああの時差を考えると、まあ、日本の方が良かったりもするので結果的には、ね、あの悪くはなかったと思っていますさすが羽生選手は、ね、戦利感があるなといつも思っているんですけども新型コロナウイルスの感染が再び広がっており全日本選手権の出場については慎重に判断していく出場となれば初優勝した、えー、今年2月の四大陸選手権以来約10ヶ月ぶりの実戦で、えー、今季初戦となるということですね。はいでえーっとん まあ、そういうことでね、まあ、羽生選手が、ねまあ、エントリーしたということで、まあ、エントリーしただけでまだ、ね、実際には、ねあのーまあえー、本当に出場するかどうかは、まあ、慎重に判断していくということなんですけども一応エントリーリストには入っているということなんで、まあ、ぜひね皆様あの新しいあの羽生選手の新しいプログラムはどうなるのか。今度ですね 羽生くんショートプログラムについてはですね、僕は以前の動画でお話ししたので、まあ、そちらを見ていただけると嬉しいんですが、フリースケーティングに関しては、ちょっとまだ謎に包まれているというのがありますので、ちょっと僕がですね、全日本選手権の大会前にね、羽生君のフリースケーティング特集やっていこうと思っています。NHK 杯に関して、またこれから開かれる予定なんですけども、まあ、それは羽生選手は出てこないということでね、他の選手で出てきますので、まあ、それについても実険でお話ししていこうかなと思っております。 はいというわけで今日は本当に僕嬉しかったです。あの西日本にねあのえっとね柿内春選手っていうねあのあの羽生選手ポスト羽生くが出てきてこちらもねまたあのビューティフルフェイスなんですよ。あの本当にねあの僕も驚く。 男の僕でも驚く、あのねえー、そういったあのイケメン王子が出てきてますので、まあ、そちらは、ね、僕はもうこのイメージをあの写真を見ただけで、ねえー、この子は来るなっていうのがありますので、ぜひ、ねえー、見てみるとあのまた、ね、あのい,い,かいいんじゃないかと思っています。はい、羽生選手もしかすると柿内選手と 戦うことになるのかなと思うんですけどもね、はいまあ、13歳なんでまだね、はいまあ、それを置いておきまして、まあ、羽生選手ね、えー、どんなプログラムでやるのか、本当にね、もう楽しみになってきました。というわけで、皆様、朗報ということで、羽生選手がとりあえず全日本選手権にエントリー、また出場は100%決まったわけじゃないんだけど、エントリーリストには入っているよということで、えー、ぜひね、楽しみにしていただけるといいんじゃないかと思います、はい、それでではカブクンテレビの緊急フィギュュアススケーートニュースお伝えしましまた以上です。